侵者だと。ああ、最近夜な夜な人が襲われているという報告があってな。あのでっかい翼、鋭い牙、凶悪な目、間違いねえ、ありゃドラゴンだ。ドラゴン、そんなすげえやつがこの町に。話は聞かせてもらった。この影ろ、ドラゴンと聞いて黙ってはおれん。さあ友よ、一緒にドラゴンを討伐しようではないか。倒すな。頼む、魔獣殺し。だからその名でやめなと。ドラゴンの名を聞いても物おじしない。さすが魔獣殺し。よし、あとはコボルトもまっしぐら。この特製ペットフードを置いて。あいつは食い意地が張っていたからな。普通ならこんな罠にはかからんだろうが、この匂いに耐えられず。この匂いに耐えられずどうなるのですか。お前を捕まえるために罠を張っていた。私を捕まえてどうするつもりですか。まさか私は。見ろ、あからさまに変なやつだ。待て、俺は例の不審者じゃない。怪しさの塊じゃないか。なんてことだ。反論の余地がない。おが、おい、これはどういうことですか。なんだこれって。お前はさっきの。我が名はバンシュタイン・カーミラ、お嬢様の御前である。図が高いぞ、頭を下げよ。さあ愚かな下等種どもよ、今宵が貴様らの命日である。せめてお嬢様の御前でその命を散らせることを誇り。賢三さん、これを口の中にねじ込んでやりましょう。ニンニク、貴様らなんてことを。お待ちください。その子を許してあげてはもらえませんか。つまりカーミラさんは家出したリンダ・ブレアさんを探しに来たと。だがこうしてとうとう見つけることができたというわけだ。うん、なるほど。じゃあそろそろお前の話を聞こうか。毎日お屋敷に閉じこもっているのが嫌だったんです。アフニール家の者として来る日も来る日もヒトシを殺す訓練に明け暮れるのも、それに毎日毎日多く肉、たまに違うものが出たかと思えばゴブリン肉に取られるか。私、外の世界に出てまだ味わったことのない美食に出会いたかったんです。そっちかよ。私の方からうまく取りなしておきます。いいの、カーミラ。ええ、このカーミラ、お嬢様の幸せが第一でございます。ああ、そうなると不審者って何だったんでしょう。不審者？お前、人を襲ったりしてないよな。失礼な、いくらなんでもひとしなんて食べません。襲われた人たちには歯の跡がついていたので。ああ、それは私だな。お嬢様の匂いを追っているうちになんだか盛り上がってしまい、通りがかるひとしを襲っていたのです。このことはここだけの秘密ですよ。え、お前かー。